どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン10、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストはヒカルさん大好きさんからのリクエスト、ありがとうございます。アンダーソンですね、巨人のアンダーソン。コメントの方でちょっと以前やったんだけど来てないよみたいなちょっといただいて、お待たせいたしましたといった感じ。とりあえず作っていこうかね。左投げ左打ち外野手、オープンスタンス、チームは巨人でいきたいと思います。やっぱミートパワーなのかなっていう感じ。強化系カードでいってみよう。もうテンポいくよ、こうなったら。テンポよく作ってガンガンね。もうちょっといい選手作って、いきなり赤に囲まれちゃうんだよな。でもある意味良かった、位置は悪くないよこれ。とりあえずこっちでしょうね。で、選手に会いたい。はい、サネマス選手、積極守備、なるほど。でも守備力が課題らしいんだよね、なんか曰く。ウィキペディア先輩曰く。回復、よっしゃ。そしたらこれぐるっと、なに肩と補給、肩が若干下がるぐらい。まあ、うわ、もうちょっと欲しかったな、今。じゃあこれいい絵で、こうしちゃおう。こうで、どうしよっかな。やっぱミートパワーでも高めなんだな、今回。いいかもしんない。ゴール。もう全部これ30以上で。走力はちょっと低めだけど、まあいいさいいさ。ステージ2。さあ行きます。はい、シャッフル。さあ、そして、まず絶好調にしちゃおう。いいね、パワーがすっごい上がる。これ気持ちいいんですよね。なんか4とか一気に上がってくれると。よし!いいよ、今日調子いいかもしんない。まあそういうフラグを立てるのもよ、プルヒッター。いいんじゃん?よし。で、こう取って、で、疲れ、トリーの7。よし!で、まだ体力あるからこっち挑戦。まあそういう時もあるよね。調子に乗った、さすがに。まあ行きましょう。ステージ3。そろそろだから、もうカレンさんも来るだろうから、そこも考えなきゃな。よっしゃ、パワー超人伝、パワーが上がる。弾道取りたいんですよね、できれば。弾道3。こっちで選手にやっ、最悪だよー、もう、やっちゃった。やばい、これ。ああ、でも回復は嬉しい。うわー、引いちゃうんだな、これ。ヨダイか。どうも。ソウルカップ。よしよしよし。でも、これで、シビルカップ。もう少しでも、傷浅くいこう。どうしましょうかね。これ、体力減るマスが4つもあんのは怖いんだよな、シャッフルが。でもまあ、これ、シャッフルで、しょうがない。赤がこれで、よっしゃ、回復。オッケー。よし、必要最低限の赤で済んだ。痛かったね。でも俺、ステージ3無駄にしたの超もったいないんだけど。マジか。これやだな、このハテナ。よかった。もう怖いよ。なんかやらかしそうな気がして。よっしゃ。オッケーオッケー。回復重なり始めた。よくなってきたね、全体的に。肩超人念。オッケー。あと、ミートが悪いから、カレンさん、どうだ ?1、2、3、4、5。ちょっと苦しい。これ、シャッフルしちゃおっかな。してみよう。よいしょ。で、ロックオンくんだよ。1、2、3。ダメだ、奇数だ。カレンさんとの距離が偶数だったら理想なんだけど。まあ、ちょっとこれ温存しよう、次に。野球マン、今来なくていい。でもまあ、1号だったら。パワー型だから案外、いける!いい位置。これ100%会えるんじゃない?これ。もう。はい、じゃあ、カレンさん失礼。だって、しましただもんね。いただきました。よしよしよし、パワー C の弾道、これ取り、ちゃうか、どうしよっか。体力あるし、行ってもいいんだけど、これ帰りが大変だから、ちょっとやめます。温存。次。ステージ5にかける。ここでだから一気にちょっと、そうですね。ちょっと今まで、3、4とあんまりいい動きができなかったんで、博士はいない。ここでかけたいですね、しっかり。まず、こう行って、で、カレンさんどこに来る?危ない。上の方か。ムジパネ様様、ほい。いいじゃん割と。回復マスやら増えて。さあ、何?守備アップ。オッケー。ミート。これで、はい。以前作った選手、守備力アップ。いいね。で、よいしょ。赤が増えた。くっそ。増やしちゃったよ。で、カレンさんコインでシャッフル。これで回復。固まりやがった、遠くに。最悪なんじゃないか、これ。なんでこう赤がよりによってこっち側に来やがんだ、全部。参ったね。どうしましょう。シャッフルも遠いしな。とりあえず、
ここら辺全部取るっていうのもありなんだよな。ミートとりあえず E ランクにして。1、2、3。まあ、ここで たくさん10減ったとして、で、残り。ああ、ま、体力に関してはまだ気にしなくて。勝負に出た方がいいかもしんない、これ。はい。これで、固め打ち。フルヒッターに固め打ちか。どうしよう。えい。やる気だ、もうしょうがない、これは。ああ、しまった。やばい、この6コーンは考えてなかった。いかん。これで、しょうがないから、こうで行く。さあ、来い。これ逃げられる。気がする。でも俺は行く。ああ、やっぱ逃げられるか。ああ、やばいやばい。ちょっと待って、これ死んだか。おっしゃー、生き残った。が、危ないかも。1はどうよ。1、2、3、4、5。生き残った。よかったー。じゃ、とりあえず上げちゃいましょう。はい。もう、こう生き残ったんだ。もうしょうがないわ、これ。はい。で、あ、総力ひどい、ちょっと。で、残り4ですよね。1、2、3、4で終わりか。肩1段階アップのゴールと。なんだろうな、このちょっと総力足りない感じ。動画に、いやーなんかちょっと最後カレンさんうまくいけばよかったんだけどな。これ2016年でこれ、自由契約扱いというか、いないよね、多分アンダーソン。いないか。一応じゃあちょっとどうしよう。あ、オッケーにするか、これ。フルヒッター固め打ち打撃に関しては問題ないんだよな。でももうちょっとパワーある気がするからね。じゃあ一応ちょっとこれリトライしてみましょうか。一応完成とさせていただきます。それじゃあね。あー、もうやだ、もうやだ、もう俺、これなえる。天才選手になるカードゲットとか、なんで9枚ある時に限って出てきなかった、ちくしょう。はい。一応番号こちらになります。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあね。ちょっともう一回やっていきましょうか。改めて、リベンジ。ちょっとなんていうか、やっぱり、B が一つもないっていうのはね、強化系のみとはいえど若干面白くない。そう感じるところでございます。うっそ、いや、信じらんねえ。俺やらんだよな、これ。もうなんか、大変なんですよ、天才カード集めんのって。この間ね、コメントの方で、うかさん、天才カードたくさん持ってていいですね。どうやって集めてるんですか？バカみたいに選手作りまくってんです。本当に、それが答え。アンダーソン、大変なんだよ。もう天才カードを1枚もう手に入れるために何回このサクサクセス回してるか。かなりやってますよ。結構な数。まあ、これはね、分かってくれればいいなと思いますけど、皆さん。とりあえず強化系でいこう。どうかこの気持ちを分かってほしい、みんな。さあ行きます。ステージ1。天才カードも変えればね。初期状態これミート低いんだよな。でもまあ、その代わりなんていうかちょっと貼って、回復とかもあるし。どうしようかな。こっち行こう。回復もあるし、ここをぐるっと回ることにします。まあ、選手もいるしね、と。内野安打。なるほど。スタートダッシュ早くなるのはいいね。で、ぐるっと回って、で、こうだ。6。よし、OK。で、はい。赤パネー、今別になーっていう感じ。で、こうして、もう青全部取っちゃいます、こうやって。まあ、ちょっとステージ1で体力使いすぎるのもどうかと思ったんだけど、いいさ。ゴール。やる気が上がってればな、今のなおかつ。ステージ2。しかし、あ、やる気がまずあるじゃん。あるんだけど、まあ、まずはちょっとこっちで。はい。選手に会うと。どうも。パワーアップ、よしよしよし。で、シャッフル。補給がすごい良くなりそうなんだよな。あー、いやらしいとこに行きやがって。とりあえず、はい。肩アップ。そして、パワーアップでしょ ?3 か。まあ、しょうがないわな。で、これ、いい絵で、ちょっとしょうがない。これ、選手に、あ、会えた、ラッキー。はい。バント丸。バントか。で、ミートも上げておこう。で、ゴール。しまった。ちょっと体力苦しいぞ、これ。やる気も上げたかったんだけど、結果的にちょっと位置が悪かったんで。また、ゴールの位置がやらしいところにありますな、これ。まあ、頑張りますけど、まずパワー。で、矢部くんには会いたいんだけどな。アイテムカード。守備強化。よし。強化系3枚。で、守備アップ。まあ、足りないところだし。あ、どうしよう。これ、矢部くん追い詰めてんだよな。でも、なんか、総力いい気がする。やめとく。はい。無理して会いに行くこともなかろうという判断。さあ、ここで。守備超人伝。はい。あとは、よっしゃ、回復。よっしゃ。で、やる気、ようやく上がってゴール。うん。あとは、だ、ちょっと他のところも、うまく上げていきたいですね。初手はもういきなりシャッフル。しょうがない、これは。はい、そして、ゴールの位置、ゴールじゃない。宝箱の位置とか、あんまりなんかいいマップじゃないですね。位置って形的に。あ、でも、
あ、回復遠く行きやがった。まあしょうがない、これは。はい、さあ来い、ミートアップ。おし、弾道マスがねえんだよな。とりあえずここは温存の形でちょっと温存というか、じゃあこう行きましょう。こうして、あ、なになに、あー、守備強化ちょっと頑張ったけど結局やばいかもしれん。ゴール前はきつい。あ、でもまあ大丈夫かも。ほい、これで容体か。ミートアップ、パワーちょっと上げたいな。これでどうだ。いいえ、ちょっと待って、これでこう、あー、危ない危ない危ない、ゴール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 、ロックオンされてるから、これは嫌なゴールだ。総力がまあ上がんねえな、外野手なのに。とりあえず30台まで持っていくか、これで。あ、わかったわかった、これ全部パワーにしちゃおう。よいしょ、よし、パワーガン振り。あ、でも弾道しまった。どうやって弾道を上げるかまでは考慮していなかった。こりゃいかんぞ。あー、初手ロックオンだし最悪だ。うん、こういこう。あー、嘘、やばい、計画狂った。うまくカレンさんをこっちに向けたかったんだけどな。1、2の、効果。あ、違う。あ、まあ、それでもいいわ。はい。守備力アップ。足りないところを補う。パワー、なんかこれ、これ、投手、絶対殺すマンになりそうだな。どうしよう。1、2、3で、こうで、あー、3マス動いてきやがんのが、2か3かわかんないんだよな、悪魔って。やばい、ちょっとカレンさんに、おっと、位置がいい。思ったより悪くない。で、ちょ、ここ挑戦。はい。宝箱どこだ。お、いい位置、理想的。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。でもな、これはどうしようかな。待てよ、ここはいらないな。そしたらパワー1個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。よし、それでいこう。まずここぐるっとパワー上げて、野球超人ね、1回でも引けたら神よ。よーい、へへい、S ランク来ちゃった。S ランク超人ね。マジか。で、これもう、はい。で、よいしょ。おい。総力がいい。さあ、そして、頼む。野球超人ね、引いちゃう俺。よっしゃ、弾道上がった。やったー。じゃあ、ゴール。オッケー。最後のこう、あー、でも、ミート59のパワー78ってなんかもう一段階いっちゃいそうだったな。S ランク超人でもなんか補給じゃなくてパワーとか、そっちに行ってほしかったですよね。総力とかミートだったらすごい良かったんだけど。まあ、一応じゃあ、これが、これで完成しましょうか。最後の、宝箱3連チャン。よかったんじゃないでしょうか。とりあえずね。はい、完成とさせていただきます。よいしょ。こんな感じ。いいんじゃない？うん、アンダーソン。というわけで、じゃあ、アップロードしておきたいと思います。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。リトライしてよかったなって言った感じ。というわけで、一周回してみましょう。どんな感じなのか、お楽しみに。というわけで、1年間回してみました。アンダーソン。いいんじゃないでしょうか。結果的には2割7分7厘26本。何より114打点叩き出したのがでかいですね。結果的に1年間回してみて、そしたらね、弾道とミートが成長しました。だからもう本当にいいスラッガーになるんじゃないかなといったところですかね。何より補給 S なんでエラーの心配がないっていうのがでかいんじゃないでしょうか。それではね、ちょっと、これからは、なんだ、この結果発表をテンポよく出したいと思いますので、どうかちょっとここで、終わらせて、こんな感じで、いいかなと。動画許していただきたい。それではね、ダウンロードの方よろしくお願いします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。